平塚の仮想メーカーさんのブースに展示しているクロスケというですね EV をご紹介したいと思います。軽自動車より小さいバイクと車の間っていうところを狙う製品になっています。こういったあのミニカーというカテゴリーにしては非常に大きい、奥行きが1メートル、幅が 1.2 メートルのスペースを持っています。最大の売りなんですけれども、車の本物の量産メーカーさんたちと本物の設計のチームで作ってますので、この車体、グレーの色の部分ですね、ここが、H1 さん、鉄の鋳造部品になっている部分、これが、鈴木製作所さん、まあ、長年自動車会社に勤めた経験のあるエンジニアが作ることによって新しいジャンルの車をあのお客様に安心安全と一緒にお届けするということで、はい、まあ、そういう意味では私は非常に注目されるな、それを思ってます。